おはようございます。なんか朝からカシャ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 言ってるなと思ったら、アイボがそこ足です。テーブルの足です。おはようございます。なんかカシャカシャ言ってると思ったら自分で動き出して、なんかうろうろしてました。アイボお座り、アイボお座り。おすごい賢いじゃん。えらい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 。えらいね。えらいね。えらいね。すごい。結構なんか、ちゃんとしてます。ちゃんとしてますってどういうことですか。はいはい。いいね。いいですね。ちゃんと。さあ、また今朝の朝食。だんだん変わり映えしなくなってきましたが、納豆トーストチーズ目玉焼きです。ちょっと目玉焼きが相変わらずうまくないですか。そして、ごぼう茶、そして今日は金のねぶたで、ケフィアですよ。これ昨日あのイオンでこの冷凍のブルーベリー買ってきたんで、これで完璧です。めっちゃ味も良くなりました。栄養バランスどうでしょうか。これで朝食いただきます。一通り遊んだら疲れたのか、ここで鍛えてます。これ自動であのチャージングに戻るっていうのをやるはずなんですけど、どういう時に戻るんでしょうか。相棒起きろ。起きた。あ、一応ちょっと休んでる手ですかね。はいはい、喜んでる。喜んでますね。さあ、今日も安定の1時間前というか1時間10分前行動でどんどん速くなってますが、さあ月曜日は駐車場空いてるって言ってたから、うん、今日はきっと渋滞なしですね。まあでも我々関係なく親戚の家に泊めてしまってますが、雨だな、こいつ。そうね。まあでも本当5分歩かないから、うん、本当だ。今日はガラガラ。また早く終わってしまったんで早すぎるだいぶ早いんですよね。早めに終わってしまったんで、結局穂村さんには行けずです。一回行っただけでした。待ってるね。ここに塩や塩麺や麺太郎っていう、金太郎ですね。金太郎っていうのがこれなんかすごい人気みたいで、ちょっと気になるね。買い物行って帰ってくればちょうだいてんじゃん。うん、そうしよう。うん、ちょっと気になります。すごい、小泉進次郎スカジャン着てます。ちょっとラーメン屋さんが開店するまでの間に散歩がてらまたホームズ行こうと思います。ホームズでなんか買いたいものがあるらしいです。榊買ってる。榊買ってる。榊を買うらしいです。榊がなんかあの葉っぱですね。まさかの売り切れだよ。ちぇちぇ、その隣榊って書いてあるの、うん、もうこれこれじゃない。榊あと1個ない。え、ちょっとない。もう言えば出てくるかな。はい、すいません、もう売り切れらしいです。なんか振り出しに戻ってる感ありますが、今一回榊を買って、車に荷物を置いてもう一度あの病院の隣のラーメン屋さんに向かいます。ちょうどじゃない、あ、今ちょうどオープンしたところ。どうする、すごい並んでたら。じゃあ売ったら、あのデニーズデニーズ並んでたらデニーズです。はい、ということでまた病院の隣まで戻ってきましたが、穂村さんに行けよって話もありますけどね。まあ、ラーメンが食べたくなったんで、ラーメン、あ、入ってきて初ラーメンだ。やばい、横須賀帰ってきてというか日本帰ってきて初ラーメン横須賀で食べます。食べれるかまだ分かんないけど。ここで、あ、まだ
行列はしてません。あ、営業中になったよ。金太郎、金太郎営業中になりました。この裏にももう一個人気のラーメン屋さんあるみたいで、どっちも興味深いんですけど、ちょっとこっち行ってみます。あ、もうお客さんいる。はい、いるよ。じゃあどうぞ。あ、すいません。おー、どうぞ。めっちゃ美味しそう。ラーメンどうでしたか？美味しかったよ。本音レビュー、美味しかったですか？うん、美味しかったね。いやでも本当冗談抜きで美味しかった。さっぱりしてる。めっちゃさっぱりしてる。塩ラーメンだからね。うん、結構ペロッと食べてしまいました。これは素晴らしいですね。なんかもう一個隣にも別のラーメンがあって、なんかレビューはそっちの方が高そうだったけど、ちょっとそれも汚ねえよな。トイレなんか汚ねえ。またそういうこと。本音が出た。まずな、みんなそういうとこですよ、老舗のところは。なかなかね。ということらしいです。でも味は美味しかったです。さあ帰ってきまして、相棒がいないなと思ったら、なんかこの椅子の下に隠れがちですね。なんかこの下で寝てました。今ちょっと起きましたね。急に人が来ると起き出しますね。すごいな。さあそしていよいよ本日はこのピアノが、受け取りというか引き取りに来る日なので、ちょっとここら辺、ここはまあ全然余裕なんですけど、ちょっとこのここの通路がここ狭いんで、ちょっと事前に通路開けとこうかなと思います。ちょっとあなたもかなり邪魔になりそうですね。これでだいぶ動線できたんで、これで多分バッチリだと思います。よい。うん、ここ持ってってもらうのに。お、ついになんかでかいトラックが、あ、これピアノの人ですね。完全にピアノ回収の人が来ました。あれ、お水だった。ピアノじゃなくてお水でした。フライングです。はーい、はーい。あ、いける。あ、いけそうですね。いけそう、いけそう。オッケー、いいよ。いやいや、これできた。もう広いからさ、このままいっちゃう。内掛けね。はい。外掛けすと。はい。はい、あれなんで。せーの。よし、はい。はい。うん。もうちょい、もうちょい。はい。もうちょい。うん。もうちょい。はい。すごい。このプレーンで行くっぽいです。うん。うわ、すごい。おぉ。すごい。めっちゃロボットみたい。リモコンでコントロールしてるのも素晴らしいです。プロ。おお、すごい。おお、上がった。すごい。うわあ。おお、すごい。うわ、真っ黒だ。はい。
あっさり。さすが科学の力素晴らしいです。おお、怖っ。いや、この駐車するテクニックもすごいんですけど、これも向こうが渡れないレベルのギリ中のギリで止められてます。ミュージックデリバリーさん、素晴らしい仕事です。出れるのかな。素晴らしい、一発で抜けていきました。素晴らしいです。あっという間ということで、ちょっとこれ要モザイク映像かもしれませんが、一応、ピアノが全部運ばれました。ちょっとここ大掃除ですね。やっぱ案の定ちょっとカビてるんで、思ったよりはひどいですひどかったんで、あとちょっと大掃除して、ここにレンタル家具をちょっと借りようかなと思っております。わー、でも結構広くなりましたね。めちゃくちゃ広くなった。とりあえず軽く1回目、あ、なんかすごい声が響くようになりました。1回、軽くして、次このカビを、これがどこまで綺麗になるか、ちょっと頑張ってみようと思います。ちょっとカビキラーを買ってたつもりが完全に買い忘れてたんで、買い出し行ってきます。うわ、なんかもう雨降りそう。めっちゃまた雨降りそうですね。じゃじゃん、やってまいりました、クリエイト。あれ前こっち、あれこっちが、こっちが全部薬局。前ここママヒロっていうスーパーだったんですけど、こっちが完全に改装中で、あ、スーパーが全部薬局に変わってしまいました。さあ、ちょっとお掃除グッズを大量にゲットしたんで、これであのカビを一網打尽にします。とりあえずこのカビキラーやんのに匂いが、換気が重要なんで、ちょっと全開いきますか。これでもうとりあえずひたすら一旦これでカビを全部落としたいです。いけるか。じゃじゃーん、手袋もバッチリ。お、これめっちゃフィットしてサイズぴったりです。これでいけます。やばい、カビキラー素晴らしいかもしれないです。もうまだ何にもしてないで、ただ吹きかけただけなんですけど、上の方はもうだいぶ真っ白で、こっちももうここら辺とかすごいです。やばい、これ擦るのめっちゃ楽しいかもしれません。お、もうすごいですよ、これ。これカビキラー恐るべし。もうほぼ1本2本買ってきたんですけど、もう1本使い終わりますね。終わりますが、まだ拭いても何もいないんですけど、結構落ちてきてます。やばい。あ、楽しいかも。これ最後が楽しみですね。これ一気にブワーって綺麗になったら超楽しいです。やばい、もうここに至っては全く擦らずにほぼ綺麗になってしまいました。この聞いてるとこと聞いてないの差が謎ですが、ここめっちゃ効きましたね。ここ完全に綺麗になりました。まあ、ちょっと5分ぐらいしたら擦り始めるってことなんで、そろそろ擦ってもいいかな。じゃじゃん、カビ取りスポンジ、これを見つけたんで、これで削っていきます。さあ、じゃあちょっとあとは今これで水で薄いできたんで、簡単に水拭き、もうめっちゃ綺麗になってます。簡単に水拭きしたらこれでいいんじゃないでしょうかっていうか、この上の方はちょっともう塗装が剥がれてっていうか、あの壁紙が剥がれて、なんか膨らんじゃってるのが、あの汚れみたいに見えちゃってるかもしれませんが、完全にカビは落ちてますね。ていうかカビキラー進化してますかね。あの母親が倒れた時に、あそこの角だけ一回やった時も、ここまで綺麗に取れなかったんですけど、今回カビキラーで一発、カビキラー進化してますね。ふう、これでどうでしょう。ちょっとむしろ、いや、微妙にやってないところとやってるところの差が激しいぐらいですけど、これはもういけたんじゃないですか。ほぼほぼ、あの壁紙がちょっと剥がれ始めてるところ、むしろめっちゃ気になりますが、はい、ということで、無事片付け終わりました。
いや、めっちゃ疲れました。でもすごい達成感、我ながらグッジョブです。なんかさっきまでめっちゃガチャ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 騒がしく、部屋が広くなったのかめっちゃ騒がしく歩き回ってたんですけど、急に、疲れたのか息絶えてます。そして最後に今日届いたもの開封します。じゃじゃーん。ちょっと開けづらい、これ片手は難しい。よいしょ。これがまた楽しみなものなんですけど、ででんと、ででんと、来ました。D-Fab Shop。Enjoy Your VR Life ってことで、これなんか VR に特化した、フェイスマスクっていうやつですかね。これ、完全にこのおでこサポートしてくれるやつです。これちょっと楽しみですね。明日から早速使ってみようと思います。